久しぶり。元気でやってたかい？俺はまあぼちぼちそれなりにやってるよ。ストレスを何かとためがちのお前だからさ、また何かしら病気にでもなってないかってみんなで話してたんだ。いつも女とパチンコの話ばっかのあいつがさ、ちょっと前に事故で足の骨折ったんだってさ。子供の頃お前はよく泣かせたあいつがさ、今じゃ整体の院長先生になったんだってさ。みんな仕事して家族持って一人前の大人になってくんだよな。なのに俺は大人になりきれないままギターを弾いて歌うことしかできなくて、また飲みに行こほど遠い。